バイエルン・ミュンヘンが再びフラムのジョアン・パリーニャの獲得に向けて動き出しているようだ。2022年夏にスポルティング CP からフラムに加入したパリーニャは、昨シーズンにプレミアリーグのトップハーフフィニッシュを飾ったクラブで大活躍。これを受け、昨夏の遺跡市場で中盤の補強を目指していたバイエルンが興味を示した。交渉は順調に進み、 パリーニャはドイツに渡って、メディカルチェックやユニフォームを着用しての写真撮影まで完了した。しかし、フラムに代役確保のための十分な時間が残されておらず、最終的にこの取引は実現しなかった。その後、フラムと5年間の新契約を結んだパリーニャに対して、守備的中盤の補強を目指すバイエルーンからの興味が再燃。ドイツ、スカイ。 のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、昨夏に契約の重要な詳細はすでに協議されており、選手も遺跡に前向きとされることから、クラブと選手はすでに高頭合意に達したようだ。バイエルンとフラムのクラブ間交渉も進んでおり、4000万から4500万ユーロ、約68から76億円の遺跡金で取引が決着する見込みで、 契約期間は2028年までの4年間になると予想されている。